どうもこんにちは。今日はですね、子供を見ていて気づいたことというか、自分にもうちょっと気合い入れないといけないなと思った話をしていこうと思います。テーマはですね、近道はない、王道はないっていう感じですかね。なんでこう思ったかっていうとですね、前にありますけれども、けん玉っていうのをですね、子供が欲しいっていうことで買ったんですね。で、これ中身は全然違うんで関係ないけん玉もどきを置いているんですけども、なんでそういうふうに欲しがったかっていうと、テレビで、そのけん玉が得意な人が、すごい技をどんどんやっているのを見てですね、自分もやってみたいっていうことで、けん玉を前から欲しがっていて、こういうプラスチック製のやつを買ったりとかしてたんですけども、これ結局はですね、軽すぎて、ちゃんとお皿とかにも乗らないし、ここに刺さるってことはないので、ちゃんとしたものを買ってきたんですけども、実際のけん玉は今子供が使っているんで、貸してもらえなかったんですが、実際何やってるかっていうと、結局そのテレビで見た技をですね、やろうとするわけですね。で、具体的に、空中ブランコとか、野球っていう技があるらしいんですけども、どう考えても、もう本当に、レベルどれぐらいなのかわかんないですけど、普通、まず基本ができてないとできない技をですね、幼稚園児がやろうとしているわけです。なので、そもそもこの、普通のお皿ですね、にも、まともに狙って入れることができるというか、そもそも乗ったことがあるのかっていうレベルなんですけども、それなのに、そういう技をやってしまうわけですね。で、確かに、そういう野球とかですね、空中ブランコっていうような、華々しいというか、かっこいい技ができるとですね、それはいいんですけども、やっぱりできるわけないだろうと思ってしまうわけですね。まずは、お皿に乗せたりとか、この上にさせられるようになってから、そういう技にかかるべきなのに、やっぱりそういう派手な技に取り掛かってしまうっていうところが見て取れました。で、これ、確かに子供のことを、第三者の目線で見ていて、しかもけん玉の話なので、確かに、もうちょっと基本からやったらいいのになって思ってしまうわけなんですけど、じゃあ実際自分が、例えば今健康法とか育児とかっていう話を、日々、勉強したりしてるわけなんですけど、同じことやってんじゃないかなっていうふうに思ったわけですね。例えばですね、その、私が中学校、高校ぐらいの時に、何ですか、K1 ブームなんかがあってですね、アンディ・フグ選手っていう、有名な方が、かかと落としっていう必殺技みたいなのがあってですね、それで有名になったもんですから、みんな、かかと落としを練習してたわけですね。それは私も含めてそうなんですけども。なので、結局、その後どうかっていうと、何もしてないし、正拳突き一つもできないっていう状況な時にそういうことをやっているわけですね。確かにそこから入ってですね、興味を持って、一からまたやり直せば、当然いいわけなんですけども、やっぱりその必殺技とか華麗な技っていうのは一つ一つの基礎の積み重ねがあってこそ通用するというかいうものなんじゃないかなというふうに思ったわけです。なので今育児とか健康法とかなんかこういうことをすればこういうふうにしてうまくいくよとかいわゆる小手先のテクニックとかいう部分っていうのはあると思うんですけども、で、そういうものも、やっぱり、本を読んでて、
確かにやってみると確かにその通りになるんですけども、そこの何て言うんですか、華々しいテクニックとか簡単なテクニックの部分に、目を引かれてしまって、基本的な部分がしっかりとできていないと、結局は子供のけん玉と同じになっちゃうんじゃないかなと、旗から見てるとそういう風に見えちゃうんじゃないかなという風に思ったわけですね。なので、結局何でも王道はなくて、まあ、基本からやった方がいいなという風に思いました。なので、私もですね、こういうことをやると、まあ、赤ちゃんが泣き止むとかですね、こうやったら赤ちゃんの失神がなくなるとか、そういう方法があれば飛びついてしまうわけなんですけど、その背景にある部分ですね、それを、まあ、発信している方の話も、そのやり方も取り入れて、うまくいきたいなと思うんですけど、その方が、まあ、やっている全体像をですね、もうちょっと把握して基本から重ねていかないといけないなというふうに思いました。なので、まあ、これから子供にはまずこのお皿の上にもう半分ぐらいの確率で乗せれるようになってから次の技に移行するように指導しようと思いますんで、自分自身にもちょっともう一度考え方を切り替えて頑張っていこうと思います。今日も最後までご覧になっていただきまして本当にありがとうございました。それでは失礼します。さようなら。